もっと聞いてね MBS。 生ジングルも定着したもんですね。なんか違和感があんまりなくなってきましたね。やっぱりね、元はといえばここの部分はちゃんとしたジングルを流していて、そこそこのテンションでお送りしていますということをね、言っていたんですが、それに対してそこそこのテンションとは何事だという意見があり、またその一方でそこそこのテンションだからいいのではないかという意見があると、それで論争が巻き起こりまして、まあやめとこっか、別にそこまでこだわることでもないし、ということから始まったこの生ジングルだという、なぜ落ち着いた話題をわざわざ蒸し返すんだっていうね、別に言わなくていいじゃないっていうのはありますけれどもね、そうなんですよ、そういうことで始まった、途中から聞いてる方そういうことなんですよ。ですからこの部分は毎回放送の内容に沿った形の生のジングルをやるっていうね、ことをしているのですよ。楽しいもんですね。これなんていうの、こういうの災い転じて福となすっていうんですか、災いかどうか分かりませんが、なんかちょっとなあややこしいことになってきたなと思ったことを、じゃあ楽しい方向で乗り切ろうと、これが大事ですからね。これですよ、結局そのね、やっぱり我々はその芸人さんとかそのタレントさんと喋っていていつも思うのは、この人たちやっぱりすごいなと思うのは、こう今日あった嫌なこととか今日あった辛いことをですね、面白いこととして話す、だからそれで飯の種にするわけですね。こう嫌なことをこう明るく語ることで乗り越えていくっていう作業をしている人たちなわけですね。これは大変私大事なことだなと思いますので、この生ジングルについてもですね、その危うくこれはもうこじらせようと思えば別にこじらせることができるからね。ここでそれぞれのね、言ったらそのそこそこ賛成派と、そこそこ反対派をこのスタジオに呼んで朝まで激論を交わすってことだってできるわけですよ。そこそこの意味というのはそもそもどういう意味か知ってるんですかみたいなことで、こう絶望するとこやり合うっていうことだってやろうと思えばできなくないんだけれども、それはやらないっていうね、それをこうね、こうじゃあそれだったらこっちの方がいいんじゃないですかって、こう代案で片付けるというね、これですよ。これがやっぱり自画自賛だね、これがやっぱりこう大事なことだなと思う次第でございますけれどもね。だからそれでいうと信雄軍団のポンコツ劇場だってそうですよ。信雄さんという人はいい人なんですよ。これ私はすごく好きなんですよ、信雄さんのことはね、ずっと仲良くしてるし、信雄さんいい人なんだけど、その信雄さんっていう人が本当にこう面白いこと言わないんですよ。もう全然面白いこと言おうとすらしない、未だにもう半年間これやってんのにまだ原稿を持つ手が震えるのよ、あの人は。慣れろと言ってるんだけど慣れない。でその、まあ、別にいいんですけど、でじゃあどうするかと考えた時に、これはもう逆にそこを売りにしてしまった方がいいんじゃないか、ね、この面白いことを言わない芸人さんって、あそういえばいないなとそれはそうですよ、芸人さんとは何か、それは面白いことを言う人だという定義になってしまうから、それはそうです、だから言わない。でもこれはもうコロンブスの卵ですね、立たないんだったらそこを割ればいいんじゃないかっていうね、そのポンコツであることを前面に押し出すということで、この、業界に一つ何かちょっとでも爪痕は無理かもしれないけど、なんか指紋ぐらいは残せるだろうとね、なんか髪の毛一本ぐらい残せるんじゃないかということで、まあそのこの形を取っているっていうのはあるんですけどね。ところがですね、これはやっぱり東京では多分通じないだろうなと思います。全国的に大ヒットはおそらく信雄さんはしないだろうなと思う。だってそれは東京にはプロのポンコツの方が大勢いらっしゃるから、そのポンコツを売りにしていらっしゃる方が本当に大勢いらっしゃって、その人たちはポンコツであることに対してはプロフェッショナルですからね、こうしたら一番変だっていうところをやりますからね。やっぱり信雄さんのは本当天然なので、天然素材なので、その調理にちょっと手間がかかるんですね、山菜とかと一緒でアクをちょっと取らなきゃいけなかったりとか、毛羽の部分をちょっと削ったりしなきゃいけなかったり、根っこは硬すぎて食べれなかったりするんで、そういうのをある程度その道に通じた私がですね、ちゃんとこう調理してあげないとダメなんだよね、という意味で僕とセットならなんとかなるかもしれない。これはだって大学の時からの付き合いですからね。まあ私は1回生の時の信雄さんはもう OB さんでしたけれども、卒業していましたから、会社員をもうすでにやっていたから、世話になったからその時の恩義でこう出ていただいているというところはあるんですよ、信雄さん。今日もなんかサンダさんとなんかデートみたいなことをして、中途半端ななんかことを喋っていたけれども、
え？ちゃんと恩義を感じろよ本当に。何考えてんだ本当に。終わるんだよ3月で。この番組は大丈夫なの春から。本当に心配ですよ。もう後輩が心配して申し上げておりますけどね。すいません、信宗さんの話でこんなに時間を取るなんていうのは最もやってはいけないことだと思ってはいながらね、やってしまっている自分がおります。まあ、あの学生の頃はずっといつも一緒に遊んでいて、あの番組の冒頭で今日はね、お花見、俺の花見ということで皆さんに伺っておりますが、私の花見術といいますか、花見好きがゆえの、あの思い出で言いますと、大学生の時にですね、あの近所の駅の脇のところに桜の木が一本だけ生えてるところがあって、でそこは誰も寄りつかないような場所だったんですよ。普段はゴミが山ほどあったりとか、そのなんかあんまり綺麗なところじゃなかったから、でここは花見できるんじゃないかということを思い立ちまして、そのなんか汚いゴミだらけだったところをちょっとあの我々が片付けて、そのゴミをちゃんと綺麗にね、あの捨てて場を整地して、そこで花見をするようになったんですよ。で私は花見が異様に好きなので、基本的に花が咲いてる期間は毎晩やってたんですよ。で大学生暇だからね、で花が咲く前からやるんです。私は段ボールを拾ってきて、その段ボールに花見の稽古って書いて、それを看板に立てて、でそこに 2,3 人で座っておくんですよ。そうすると同じ大学に通ってる友達が何人かいますから、そういうやつが前通った時にあっってなって、ああいいとこ来た、いらっしゃいらっしゃいっつって、とりあえず一杯飲んで帰りなさいよって言って、その人を入れて 5,6 人でまた花見をする。でじゃあ帰るわって言って帰った後にもう一人また別の人が来ますよね。そしたらああじゃあ泳いでっつって、でこうゲスト制の花見っていうね、こう人が歩く動線にある場所だから、そこでこう人入れ替えてこう花見をするっていうスタイル、花見じゃないんだけどね、花見の稽古なんだけどをやるっていうスタイルで、1週間ぐらいはやってたかな、7-10日ぐらいはやったな、10日ぐらい花見をしていましたね。なんていうんですか、60人とだの100人だのね募って、まあ、それも楽しいと思いますよ。でそのイエーイとか言いながらやる花見もねいいとは思いますけど、やっぱこうちゃんとお花を見なきゃいけませんからね。で来た時よりも美しく、そのゴミが、自分たちがゴミを片付けたところを汚して帰るなんてありえませんから、そこをきれいに片付けて、ちゃんと毎回帰るっていうのをずっとやっていましたね。まあ、この後ね、皆さんから届いたお花見、俺の花見、花見へのこだわりを伺ってまいりますが、あの花見の稽古って書いてるだけでね、結構近隣住民の方がね、あの笑ってくれるんですよ。あら楽しそうねとか言ってね、犬の散歩してるおばちゃんとか、あら今年もやってんのとか言われてね、あそうなんですよとかって結構コミュニケーションにもなったりしまして、いい思い出だなと思っておりますね。皆さんのお花見はどんなお花見なのか、この後ご紹介しますんでちょっとお待ちください。